備前福賀駅は兵庫県赤尾市福浦にある西日本旅客鉄道赤尾線の駅である。1955年3月1日の開業時、この地は岡山県家郡福川村であったため、駅名は旧国名と村名にちなんで名付けられている。同月31日には日清町となったものの、地元の要望により、1963年9月1日に、 兵庫県に編入された。駅名に備前がつくのはその名残である。また、当駅は現在は近畿東括本部の管内だが、国鉄時代は最後まで岡山鉄道管理局の管内だった。なお、当駅から岡山よりの福浦第一踏切を挟んでほどない地点に支社境開票があり、そこから先は岡山支社の管内となる。番州赤江駅までは、 岡山市社側のみが列車運行を行っており、番州阿古駅から東駅にかけての区間において、近畿統括本部側は事実上施設管理のみとなっている。岡山方面に向かって右側に短式一面一線のホームを持つ地上駅。かつては島式一面二線であった。これは列車交換のためではなく、現存する側が旅客用、撤去された側。は、 貨物の木回し用として設置されていたためであった。赤黄線殿下の際に一面一線となり、現在では岡山方面域と番州赤黄方面域の双方が同一ホームに発着する。線路が駅構内の両端で若干 S 字カーブになっている。これは赤黄線がもともと山陽本線の代替線の役割を持たせる目的で、敷設された名残である。つまり、 現存する線路の南側にもう一本線路を引き、優等列車等が直線通過できるよう計画されていた。しかし、結局阿光線は地域のローカル線という位置づけになり、この計画は立ち消えとなった。あよ駅管理の無人駅である。駅舎が北側にあるが、自動券売機や自動改札機は設置されていない。開業時は有人駅であったが、窓口は 板で塞がれており、旧駅事務室は倉庫となっている。2017年9月10日に、駅舎西側に男女兼用多目的便所と男性用小便器を備えた推薦式便所が設置された。兵庫県統計所によると、2019年度の1日平均乗車人員は30人であり、阿光線の駅の中では最も少ない。 近年の1日平均乗車人員は以下の通り、周辺はやや開けたところである。駅舎の西側に理髪店とスナックがある他に商店等はなく、駅付近で買い物ができるのは自動販売機しかない。いくつかの住宅地が散在する。ありがとうございます。